ベルセルクみたいなことにならないかと。こればっかりはない。でもその漫画家だからちょっと気持ちわかんだよね。書かずにはいられないっていう気持ちと、書いてると死にそうになるって気持ちと戦ってるんだと思うの。本当に。だから、東橋さん、無理させんなよってさ、温かく見守っとけよって言ってたのはそこで、でも書きたいって気持ちはすごいあるのはよくわかるし、なんかまだ終わってないんだと思うんだよね。東橋さんの中で物語が。だけど体が言うこと聞かないみたいなさ。それはしょうがないよね。そういうことあるよね。レイジはまだ富樫を認めてないって、お前なんで決めてんだよ。認めてるっつうの。俺は全ての漫画家認めてるって、なんでかっていうと漫画家だからだよ。漫画を続けてるだけでも俺は認めんの。なんでかっつったら続けんの地獄だから。ね。週刊連載やってるやつ全員尊敬してるからね、俺ね。もちろん月刊連載もそうですよ。プロの世界で漫画を描いてる人っていうのはね、内容いかん、関係なくみんなすごいのよ。全漫画家さんにはしっかり寝てほしいです。寿命を無理に削らないでほしいです。時間が足りないなら楽する技術を磨いてほしいし、手抜きを演出にしてほしい。まあ、これから先は技術でなんとかカバーできるようにはなってくるじゃないですかね。ただまあ競争させてるからね、漫画家同士を。売上ランキングの世界でしょ。だから油断すると抜かれるっていうね。で、抜かれるとどうなるかっていうと、打ち切られて違うやつがそこで連載して原稿料もらうわけだからさ。やっぱこの過酷なね、その装置のせいで人気作品も生まれるし、破滅する漫画家も生まれるわけだよね。その残酷賞を得て、まあすごい作品をみんな味わってるとも言えるわけでさ。で、それなくなって、競争がなくなって、淘汰がなくなった時に、本当に今みたいなレベルの高い漫画が生まれるのかって言ったら、どっか微妙だったりするのね。この辺が非常に難しい問題で、俺も漫画に良し悪しはないというね、上も下もないよって、どっかで思う部分はあるけど、本当にそれでやってしまった時に、いい漫画っていうか、すごい漫画って生まれるのかなっていうか、とか難しいところですよね。うん、ただ、なんか追い込めばいい漫画が生まれるというのはまた別の話だね。追い込まれて生まれる漫画の何かいいものみたいなものは確かにあるよ。うん、それに、全く競争しないところで書かれた漫画で、結果的にめちゃめちゃ人気が出るみたいなこともあるからね。この辺はね、本当にいくつものファクターがあって、簡単には言えない感じがしますね。難しいんだよ、本当に。俺はだから少年ジャンプあった方がいいと思うし、少年ジャンプじゃないものがあった方がいいと思うんですよね。はい。漫画家にとって一番幸せなのって何だと思う？いい絵が描けた時じゃないですか。今日はいい線つくね。いつも外してるみたいな。あのね、漫画家にとって、ね、基本的には何かっつったら、うん、次どうなんですかって聞かれるのが一番嬉しい。ああ、なるほどなるほど。しかも連載中だったら特に、うん、次が楽しみでしょうがないですっていうのが、うん、一番の賛辞なわけ。うん、その二番目が、あの漫画で僕人生変わりましたって言われるのも結構嬉しいわけ。ああ、うん。そう。で、いい絵が描けるっていうのはもう一個別枠にあるんだよ、うんうんうん、で実は富樫って人はそっち意外とないがしろに見えるんだけど意外とそっち側の人間なんだよ、うんうん、いい絵が描きたかったし完成度が高いものを描きたかったんだけどあの過酷な状況で描けなかったっていうのにずっと苦しんでた人間なんだ、うんうん、調べや調べるほどさ苦しみ方が半端じゃなくて、はい、やっぱ辛いよね。であの人がね悠々白書の後半でだいぶやばいことになってると、うん、それであの終わった後に揉めてるって話も聞いてた、はいで、はいはい、その後にコミケに現れたって話知ってる？知らない。コミケに現れて自分で同人誌を勝手に売ってまた大騒ぎになったってこと。へー。その時に自分のキャラクターを殺した殺さないみたいな、うん、結構ひどいんで、だから終わり方もバンバンバンって終わっちゃうんだけど最後の方、うん、なんでさっきまで盛り上げてたのに全部やめんのみたいな。いきなり現実世界に帰って終わるんだけど誘惑の最後、誘惑の最後です、うん、でそっから自分がどんな辛かったかって話をね同人誌の中でめっちゃ書くんだけどここにそれがあるんですが、こんな細かく書いてあるんですよ。これが連載を終えて、しかも連載を終えてって書いてあるんです。そこに振り返れば敗北宣言って書いてある。で、まあなかなか辛いんだけどね、徹夜をすると心臓に痛みが走り出すようになり、徐々にその感覚が詰まってくるようになったと、うん。もうね、体も限界だったんで、要は1週間あるうちの半日ぐらいしか寝られないみたいな感じで、あとは全部仮眠だった。で、そうしないと自分の納得する絵が描けないんだけど、アシスタントも入ってるし、みたいな。うん、だ結局自分の納得する絵を描こうと思って、いいやと思って、寝る時間もちゃんと取んなきゃダメだとかってやるとめっちゃ押したんだって。で、迷惑かけまくって、だけどこのまんま仕事で過労死は嫌だ。ぽっくり行くなら遊んでいる時か、趣味で原稿描いてる時がいい、うん。カラー原稿怖い、読み切り怖いって叫んでますから。絶叫ですよ。これお前
前富樫のことお前誰が責めんだよバカ野郎っていう話じゃない、うん、だってこの悠々の時にね一番のストレスは何かって言ったら原稿が満足にできないっていう、それが一番のストレスで、それがそのストレスを解消することは一人で原稿を仕上げることだ。もうね漫画の苦しみを漫画で解決させるっていうのはよくある話なの、うん、そうなんですか。あるあるある。だからこっちの漫画は辛いから、うん、こっちの漫画で息抜きしなきゃっていうのは漫画家はやるんだよ。でもやってることは何かっつったらひたすら地味にデスクワークして、はい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 、腰も悪くするっていう、うん、だからほふく前進しかできないみたいな時期があったらしいじゃん。だからずっと腰を痛めててうつ伏せで書いてるみたいな噂もあるわけ、うん、そういう状態の中で、まあ、ギリギリでやってんのが富樫よしひろという男ですね、で俺ちょっと思ってたの、あの荒れた絵を見ててこれあれだなと思って、少年ジャンプって空をトーン張らないんだよあんまり。ほうほうほう。でね、ある時期から空を表現するときにトーン張ったりグラデトーン張って雲を削るんだよ、うんうんうん、で俺江川さんのとこで散々雲の削り方やらされたの。ほう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 。藤島康介と一緒に、うんうんうん、スクリーントーンを削るというテクニック、はいはい、これすっげー大変なんだけど、うん、決まると嬉しいわけ、うん、雲ってどういうのかなみたいな。だけど鳥山明が登場して、うん、ドラゴンボール描くことになると、うん、トーンなんか張りやしね、うん、細い線でサラサラサラって雲描いちゃう。太い線から細い線になるっていうのが80年代にブームになるんだけど、うんうんうん、その後さらに白くなるっていう流れがあるんだよドラゴンボール以降、うん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 、で俺それのね行き着く先何を言ってるかっていうと、うん、面白いネームだったら、うん、絵なんかどうだっていいんだよっていう鳥山さんの叫びを富樫が継いだのかなと思ってたの。どれくらい自信があるのかなと思ったの、うん、だからパンクだと思ったし、はいはいはい、オッケーかっこいいじゃねえかと思ったら、うん、本人違ったの。本人はちゃんと描きたかったの、うん、描けなかったからこうなったまんまブラブラブラってもう震えながら描いてるあれ状態だから不本意なので、よくわかんだけど不本意な漫画をね原稿をね出す苦しみっていうのはやっぱ漫画家しかわかんないでしょ、うん、本当は描きたかった、もっと時間があればもっとちゃんと描きたかった、でも描けなかったみたいな苦しみとずっと戦ってドラが言ってたんですけど、恥ずかしいんです読んでてドラがね悠々白書で泣くのが恥ずかしいっていう、だからさらっと読むようにしてたんですってなんでかっつと、うん、ものすごいベタで中二なんです。そうそうです、ね、そう誘惑はで俺たち大人になるとキルはのようなセリフをね言いそうになったら恥ずかしいでしょ、普通は言いたくない、ああ眩しすぎてみたいなやつ、ああはいはいはい、分かってみんな分かってる、うん、その中二みたいなものは、うん、普通俺ぐらいの年になるともう消えてるんだけど、なぜかそれを保持したまんまずっと着地しないでいるという、うん、つまり、はいはい、学校から帰ったらゲームだけが楽しみですっていう世界の中二感、うん、そして世界は俺が描いてやるとか、うん、なんつうのヒエみたいなさ、ああいうキャラクター、うん、ダークヒーロー的なのもいればダークネスみたいな、ああいうやつをずっと心の中に入れておくのは難しいんです、でも、うん、彼は一度死んでるんです。いつでしょうか、悠々白書の冒頭で死んでるんですね、うん、あそこで死んだまんま中二の生き量白書になってるんです、あの人はこれが厨房白書になったですね。で実はあのキャラクターはすぐに生き返ってますけども、うん、富樫は生き返んなかった、あそこで死んだまんま中二の亡霊となって、いい意味でですよ、うん、中二マインド中二ソウルのまんま着地しないでいるからロックなんですよ彼は、これができないから少年誌が書けなくなってくる、そこのチャンネルでいつも会ってなきゃいけないんだよ、すごい大変。なんでかっていうとね、売れた漫画家ってどうなるかっていうと、ポルシェ買ってゴルフやるしかなくなっちゃうので、ね、一気に大人の世界が間飛ばして全部こういっちゃう、こうやって、大ヒット漫画家って、うん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 、で彼それしなかった、だからそのマインドが彼の、まあ、最大の強さだなっ ってまとめますね、はい、富樫義弘が売れる理由は読者と共にさまよい、そして読者と共に苦しんでる、いやそれはまさにその通り、誰それはほんまにそうやと思うでね説教が始まんないんだよね、だから混迷してるからずっと、そうそうなんですよ、金八先生なんないのあの人、そうずっとサバイバルしてるんです、どうしようってなってる、だからその多分ね真っ当なねキャラクターをね中心に置こうと思ってゴンを置いたんだけどね、あれいい子すぎて動かないから昏睡状態にしちゃってんだよ、うん、で中二っぽいやつばっかり立つんだよ、うん、その方が今の読者に合うっていうのを分かってる、気分がゴンじゃねえ、ないゴン寝てろと、そうだからもうゴンをこれ以上かけないんですよ、うん、もうルフィみたいだから、そうじゃないんだ、だからさまよい苦しむ、悟らない語らない混乱してる、そして自分はダメ人間だっていう自覚がある、ここも読者と一緒、うん、さすが見事、ね、最後に、富樫さんの話を、ね読んでて考えてて、成長しないって約束したんだよこいつ、あ漫画の神と、だからね愛の才能ないの今も勉強中よって言って、うん、富樫は勉強中なんです。
休ませてやってください。なんかめっちゃ悲しいんやけど。めっちゃ悲しいんやけど、それ。でも、漫画家としては一番幸せなんです。なんでかっつったら次どうなるのそこなんですよ。だから、富樫よかったな。お前ちょっと心情言って、前もでも食ってさ、ゆっくりしろよ。な。会ったことねえんだよ。すいませんでした。やばい、以上でいろいろ。そうそう。そう、みんな富樫に優しくしてくれよ。なるほど。少年漫画中の少年漫画家なんですね。これはね、同じ時代を苦しんで漫画やってた同じ年だから分かんだよ、うん、どんだけ大変だったか一見少年漫画って言われると、うん、やっぱりそのジャンプの友情、うん、努力、勝利みたいな、うん、そういうことを小学生でも分かるような、うん、みたいなことだと思うじゃないですか、うん、それも時代によって変わるのよそう、ね、そうだからもう今は楽しないんだよメソッドとかスキルとか、うん、そういうのできたらそこに寄ろうじゃないんだよ、うん、だから中2のバージョンアップだけをずっと続けてるわけ自分は成長せずそう成長しないと約束したからついに、まあ、引退というか、うん、このまま行くと、うん、僕が生きてるうちに終わらないっていう、うん、すごい構想ではあとあるんだけど、うん、全然追いつかないから作画の作業をやめると、うん、ネームだけの連載にしますって言い始めたんですよ、うんうんうん、でだから、まあ、名だたる、ね、巨匠が、うん、もちろんジョージさんもそうだけどその長期連載をずっとやってる方、うん、ワンピースもそうだし、うん、いらっしゃるじゃないですか、うん、ガラスの仮面とかもさ、うん、そういう方々の今まで聞いたこともない展開の仕方っていうか、うん、ネームのみっていうのって、うん、シナリオじゃダメなのとかさあーネームじゃなきゃダメでしょネームじゃなきゃダメですかやっぱり、うん、なんかその辺のレイさんどう思ったのかなと思ってひたすら正直なだけほうだってそんなことしてる人いっぱいいると思うよ誰とは言わないけどほうそのプロダクションシステムっていうのが出来上がってから、うん、本人が書かないっていうのはあもうずっと始まってるわけですよだいぶ前からシナリオだけ出来上がっててチーフアシスタントが当たりつけて、うん、みたいなさペン入れはスタッフがやってみたいなあーまあ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 そうやって作画していくっていう工房的な漫画の作り方って普通にやるからってことは要するにこの高橋さんは自分で書いてたってことなんだよね、うん、そうなんですよ、うん、どうもそうらしいそういうことでしょ自分で書いてるからゆえの高橋さん的な面白さが絵のねそうなんですよだからそこで俺納得したんですよ、うんうん、だからあの異形の人体というか10頭身とかを軽く超えたね、うん、顔こんなんでみたいな、うん、そういうのが普通にあったりとかあれ漫画の醍醐味だからね、まあね長期連載していくうちに絵が変なことになってくっていうのは、うん、面白さの一つだからねあれねでもそれを続けてきた誠実さみたいなのを感じるよあそれでこの後はスタッフが描きますよっていうのもすごく誠実なこと、うんうん、言い方してるなんなら全部自分で描いてますよみたいな顔してるけど本当アシスタントが全部やってますみたいなことは十分あり得るのこの業界って、まあね、でそれは別に否定するようなもんじゃないんだわそうなんですよ それの棟梁でいるわけだから、うん、運慶なんか全部自分で描きましたってわけじゃないからさローダンもそうじゃんでも村上さんもそうですしねそう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 、うん、だでも自分で描きたかったけどでもそれは分かるよけど俺がやると完成しないとだからネームのみにするあと多分絵が描けなくなるっていうのはあると思うあ本当に前世紀の絵にはならないって自分がよくわかるじゃん水島さんも大変だったと思うよただキャラクターが死なないんでしょまだサッカーやってんだよキャラクターがはいはいはいだからそのキャラクターのために俺はやらねばならぬだみたいなところになっちゃっててリアルと漫画が逆転してる感じキャラクターの奴隷になるっていうかしもべになるっていうかっていう感じで生きてきた人たちの話だなって思うなるほどね、うんうん、でもまあいいんじゃないの喜んでくれるんだったらそんなに驚きじゃない感じなの正直だなって思う、うん、なんかそのジャンプもキャプツバだけ破格の待遇なんですよね、うん、それがすごい集英社のなんていうのあね、良くも悪くもあるんだよ若い頃にそのまだ学校にいる間に漫画家としてデビューしちゃって社会のこと何も知らないで、うん、頭が少年のまんまロックされて、うん、おっさんになっていくわけじゃん、うん、40になっても50になっても60になってもずっと小学生みたいなだからこそ描けるって世界ゆで卵先生みたいなまああの2人もそういう感じではあるそれを維持し続けるっていうのがすごい大変だと思うだって同時に子供ができたりさ孫ができたりさ税金が大変だとかさ必ずやってんだよ、うん、だけどボールは友達っていうのも同時にあるわけそこはすごいと思うよね